みなさんこんにちは、ピエロです。本日はまゆこの2021年買ってよかったものランキングを恐縮ながら発表させていただきます。10位から発表します。10位、これじゃん。あ、買ってよかったっていうか、行ってよかったになるんですけど、大阪のこういうセルフ写真館みたいなとこに友達と行ったんですよ。そこで自分たちで白黒の写真を撮れるんです。それの中の選んだ1枚をこうやってなんかシール、ちょっと開けてないかシールかどうかわかんないですけど、なんかシールみたいなのにしてくれるんですよ。すごいかわいい。いいね。こんでこんで。こんでこんで。みたい。セルフ写真館なんか前から流行ってますけど、なんかちゃって。へえ、おしゃれでしたね。今度一緒に行こうね、言ってね、うん、約束してん約束してんの、本当に約束してんの、うん、作家さんとね、エミさんと行こうねって言ってる、うん、だったら YouTube で流すか。あ、それいいね、面白いかも。これ10位。9位、これもらい物なんですけど、うん、ヘアオイルです。オイルなんだ。そう、チャネルのチャンスっていうシリーズのタンデルヘアオイルって書いてあるをもらいました。かわいいね。ね、うん、いい匂いすんのこれ。オイル？そう。スプレーじゃなくてオイルなの。ヘアオイル。いい匂いする。あ、いい匂いする。え、これつけてる今。うん、あ、つけてない。つけてみようかな。え、こっちのつけてた。つけてない。昨日いい匂い。私の何知ってるの？昨日ね、髪の毛めっちゃいい匂いしたから。おお。あ、いい匂い。やった。うん、やるわ。嬉しい。やったやった。はい、カフェを揃えてございます。もらい物ってでもいいんだよね。めっちゃいい匂い。やっぱり匂いだね。でウェッティな感じじゃない、なんかコロン代わりみたいな感じでつけれます、うん、あんまりオイル感は少ない。でもオイル感ないない、うん、しかもちょっとしか今つけてもらってないけど、うん、めっちゃいい匂い、うんうん、ちょっと髪の毛匂いつけようかなぐらいの時には、うん、かなって、うん、良さそう。てか可愛い入れ物ね。可愛いよね。こうしてもオイルだからさ。拭かないと後でいや、拭きやがるんだってば。馴染ませてんだろば。こちら9位、うん、可愛い。ちょっと見せて。これさ、こうやったら映えそう、この背景。ああ。8位。かわいい。かわいい。うん。ロム&なんか韓国コスメのリップです。うん、かわいいね、これ。そう、かわいい。なんか なんで2本買ったのかわかんないんですけど、知らない間に増えてて、2本になってました。こっち使ってるイメージあるけど、こっち初めて見た。うん、あ、そうなの、そうなの。こっちは、なんかオレンジ系の、ティントみたいな感じで、マスクなんでウェッティなものにしちゃうとベチャベチャ効く。わかる。ね。ティントがいいよ。そう、だからティントをちょっと欲しいなと思って。でもなんかちゃんとパッケージの色っていうままだ。うん。そうなの。あんまなくない？うん。なんかちょっとちゃうっていうの多い。こんな感じです。かわいいね。めちゃくちゃ発色もいいし、伸びもいいから、一、うん、回つけ、ティッシュオフしてもう一回つけたら結構色はつきます。これ今のその。違う。7位。7位は、めちゃくちゃ現実的なもので、これが出てくる。自己の中からまたこれが出てくる。アリエールのジェルボール。いいんだ。これめっちゃいいんですよ。知らない？いや、知ってる。あの、入れるだけのやつ？そう。これ何がいいって、最大級に入れるときって、柔軟剤と漂白剤と洗剤を入れて、バッと回すと思うんですけど、うん、収納するところが洗面所がちっちゃいから、うん、その3つボトルこう並べるともう面積めちゃくちゃ取るんですよ。なるほどね。そうだからもうこれに変えようと思って、うーん、これのめちゃくちゃこんなぐらいの袋のやつ買って、え、コスパ良さそうじゃない？そうこれ結構1個ずつだから高いとは思うけど、あ、そっか、大きいの買うとちょっと割引だから、うん、なるほどね。大量のやつを買ってこれもポンって入れるだけでいいからめっちゃ便利なんです。で、こうやって洗濯物をこの中に入れるだけ？そう、洗濯機の底の方にこれを入れて、この皮ごと？そう、全部これ、いや、ブニブニだ、うわ、いや、なんかさ、これ何？なんか、カスいっぱい出てきたんだけど、うん、なんかいい匂いする。え、めっちゃいい匂いでしょ、うん、これ
ね、あのさ、洗濯するときにポイって入れるじゃないですか。その後自分の手に脱げるの、めっちゃいい匂いだから。なんかしでもこれ皮が薄いからすごい怖いの。水に溶けるらしくて、もう何でもかい、いい子でめっちゃ好きね、うん、いいでしょ。室内干し太陽だから、お天気悪い冬とかいいじゃないですか、これから。へっていう話ちょっと。これ使ってるんだ。すごいね、変なるね、レイとかしてくる。これ使ってるんだ。これはそういうことなんだ。後で2位折った。やめて。これね、潰れないか心配だった。卵の、いや、思った。だってこれめっちゃ春巻き、生春巻きみたいな。本当に皮の皮は皮ね、皮の、うん、え、多分普通にこっちやったらビヨンって出る。6位はい、はい、6位、はい、これも現実的で、え、あれもまだ出てこない。あ、やっぱそれ。もうなんかずっと死ぬまで風邪ひいてなかったの。そうだから、あ、もう死んじゃった。鼻洗浄してたら全然風邪ひかないって言ってて、じゃあしてみようと思って、うん、Amazon でキットを買いました、うん、これは体液と同じぐらいにしないと、あの鼻がツンってするから、水と合わせてこれ溶かすと、その体液と同じ濃さになるっていう。これは水を入れてこれを入れるってこと？そう、ギュッと溶かしてでやって、ここの後ろをピュッて押せば、うん、ピッて出てくる。痛そう、痛そう。痛くないんだ。そんな、押すだけなんだ。ピッて押したらピュッて出てきて、え、これこっちみたいにこっちから出てくる。はい。で、逆もこうやってやる。うん、あ、逆はやらない、もうずっとこっちからやってる。あー、適当に。わー、すごい。すごいシュールなんだよ、これお風呂でね、裸でやってる。すごい虚しいね。しかもさ、これさ、食塩水やんか、なんか間違えたらさ、喉とかにちょっとたまに入るよ。いや、入りそう。え、なんかおさみたいなの。最初ビュッて入れた時には、なんとなく、なんか、鼻に水入った時のあの特有の。わかる。ツンって。ダメが出てくるよね。あれが10倍ツンだったら、0.5 ぐらいは。あ、でもそう、いけるか。なんかその怪我ってなるけど、でも全然。これいつからずっとやってるの？でもコロナ中ぐらい。今年入ってから今日ね。あ、やってたんだ、こんなこと。あ、うん。だから元気なんだ。誰よりも元気だから。このおかげってことか、つまりは。あ、まあそれもあります。いや、でも、そうだと思う。絶対違うよ。鼻洗浄いいからやってみた、うん、いや、私でもやったことあるんです。こんなね。あ、やつじゃなくて、こう、洗面台でやるやつ。やったことあるけど、できなかった。なんで、え、どうやってやっていいか分かんなくて、その意気込みというか、その鼻の構え方、うん、鼻の心構え、そう鼻は止めてたらいいの、息をって思って。あ、え、もうナチュラルに、え、止めるんだから。あ、でも呼吸はしちゃダメだ。だからさ、どう、鼻は息はしてんのか止めてんのか。止めてるんだ、うん、え、むっつ、そんなん、止めてる、なんかやってるってことって。これ6位か。これ6位。5位、はい、これジオーディナリーっていうやつです。うんうん、韓国ラーメンの紹介の時にビタミンのやつ、そうビタミンのやつ紹介したんですよ。で、なんかその時に一緒に買ったやつなんですけど、肌を鎮静化させる、あの効果があるクリームで、薬用系なんていうか、そういうのを親会社に持ってる会社だから、そういう効果があるものをよく入れていて、独特なテクスチャーなんですよ。これをなんか化粧水とかに若干混ぜたりとか、乳液とかと若干混ぜて、そこのなんか患部みたいな荒れてるところに塗っとくとすぐ治ります。これもめっちゃいいです。これすごい、これめっちゃ安くて、しかも1000円ぐらいかな。あ、安っ。そう、プチプラなんですよ。安っ。で、すごい効果のあるブランドだから、うん、よく使ってます、最近。さ、思った4位、4位、4位も韓国コスメブランドです。うん、そう、これはめっちゃ良かったです。ピンスのマスカラとリップです。そう、今つけてるやつ、これいつもつけてるんです、最近。うわ、赤い、赤いマスカラなんですよ、うん、塗るだけなんですけど、え、マツエクになってる。
そう、あの松エクしてるんで赤いやつもやりたかったんですけど、松エク、うん、なんか飽きちゃうじゃないですか。飽きる飽きる。なんかな、それもなと思ってて、で抜けたら終わりで、なんか黒いとこが残ったりなんかするのも嫌で、マスカラを買って上から塗ればいいじゃないと思って、うん、で撮った時はこうやって、うん、普通にあのオイルで撮ってます。すごっ。キュレルのオイルはまつエク取れないから。あ、そうか、それでバーって落としてるんです。発色これもめちゃくちゃいいです、品質は、うん、めちゃくちゃ綺麗やもんな。でこれは同じブランドのリップです。うわ、顔綺麗。あ、顔綺麗綺麗な色これも色的にはすごい。あ、かわいい。でちょっとマットなので、はい、口紅を塗っといてもマスクにつかないので、うんうん、おすすめです。マットで発色もいいしっていうのを買いました。かわいい。最近パッケージもかわいい。そう、パッケージめっちゃかわいくないですか。めっちゃかわいい。なんかこんなオブジェみたいになってる。オレンジメイクの2つでした。うん、3位あ、何それ。これもヘアオイルなの。あ、ねえねえ、これ手もつけてた。あ、これつけてた。これだ、めっちゃいい匂いした。これ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 。あ、いい顔やばかった。あ、いいこれ3位ルシーグエルのオイルトリートメント。これどこで買えるの。欲しい欲しい。これドンキで買いました。うん、ダメージヘアとかにはめちゃくちゃいいって言ってて、なんか韓国アイドルがめっちゃ使ってるっていうの見たんですよ。でどうなのかなと思って買ってみました。トリートメントオイルなんですけど、あの髪の毛洗ってお風呂から上がった後にタオルドライしてこれをバーって塗って乾かすとサラサラ。ねえ、いいね。ねえねえって。ここからここぐらい多分あのブリーチ後の髪の毛が残ってて、あ、ガサガサするんです。肌触りが、うん、なんか燃えたみたいな。あ、なんかピンってなってるのとか、あんなんとかが あったら肌触りがガシガシか、そうするから、これを塗って寝る前ちゃんとドライヤーもするようになりました。ドライヤーした、うん、えめんどくさいから。えタオル引いてドライヤーせずに。うっそー。なんで風邪ひきそう。でも風邪ひいてないってこのおかげじゃない。そういうこと。そうだよ、絶対。で、冬は暖かいお布団に入って寝れば風邪ひかない。普通風邪ひくけどな。本当、うん、強いよ、体やっぱりすごい人だほんとすごいね。ねえ、そのキャラやめてよでもこれをやるようになってからちょっとなんか気をつけた方がいいのかと思って、紹介しているものがありますので、インスタとかご覧いただくか、うん、YouTube でもあの、ね、コートの紹介をしてますので、前編が後編の近くに映ってるから見てみてください。暖かいし、うん、形も綺麗だし、うんうん、色もあんまり他の人と被らないから、うん、結構いいです、これ。このなんかちょっとからし色みたいなのが可愛い、うん、ね。これが。ねえ、カラコート可愛いね。ねえ、どうもありがとう。どうもありがとう。何の絵何がだよ。わけわかんないんだから。あなたも。同じくですね。1位言って。1位何1位どこ。あ、これ。よかったね。はい。ついに iPhone が届きました。あ、すごい。すごい嫌だ。あ、そう。9月末ぐらいに、あの、今使ってる携帯の調子がおかしくなってきて、うん、変えようと思って買ったんですよ。で10月頭ぐらいにも来たんですけど、うん、携帯カバー買ってないかと思った。そうだそうだ、やばい。1ヶ月ぐらいちょっと、うん、早く買えなよ。うん、 13? うん、 iPhone 最新だ。13にしました。うん、でも映画撮らないから、うん、なんかあの映画シネマモードみたいな、ね、あるある。なんかピント合わせたら、うん、後ろの人と前の人がこう交互にピントを変えてくれるとか、うんうん、まあ、そういうのもいいかなって思ったんだけど、うん、撮らないからよく考えたらあのそうだよね、日常使いはしないかもしれない、うん、シネマティックモードされても私シネマ撮らないからそれでいいかな。何かで、いや、撮ってみようよ。ない、だって買ってないんだからそれあ、そっか、あ、そういうこと、あ、そういうことね。アップル一緒に行こう。
もね。なるほど。それしたら体験できるよ。わかった。それじゃない方。あ、なるほど。なるほど。ちょっと早くカバーを買って、うん、買いたいと思います。うん、これは確かに高価な買い物だし、うん、そう。やっぱりそうなの。うん、ね。壊れないと私買えないので、うんうん、今まで新しいの出たら買おうとかそういうタイプじゃなかったから、うんうん、ちょっと壊れちゃったからね、うん、未だにあの消音してるのでさ、音がめちゃくちゃ来たらピコピコしてるよね。いいよ。いつも。あ、ちょっと。あれのラインの音とか結構大きいよね。と思ってた。ラインね。どうしてあのマザーボードにしないんだろうと思ってた。携帯潰れてたみたい。はい、そうなんです。かわいそう。でもラインのね、あの来る音が鳥のさえずりにしてるけど、ピーっていう。うるさいんですよ。よかったね。はい。はい。ってなことで。はい。はい。終わりました。はい。以上。はい。はい。2021年、まゆこが買ってよかったものランキングベスト10でした。次は、えみさんの、はい、買ってよかったもの、2021年買ってよかったものベスト10が公開されますので、そちらもぜひご覧ください。本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいな、参考になったなと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。